ちの義母様最高。旦那にガツンと言ってくれた。私の意見は、まるで聞かない旦那も、さすがに義母の言うことは聞いたわ。毎週土日は、義母宅、義父は高い、に連行されて、夫は上座で、母さんにあれしてやれよ、これしてやれよ、言われる前に動けよ、気が利かないな、ぐち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 。義母は好きなので、義母のために通ってたけど、旦那に対して、ぶち切れてた。私が何度言っても、嫁姑なんとかの読みすぎ。母さんが嫌いなんだろう。で一周するだけなんだ。しかし一昨日義母が言ってくれた。息子よ、頼むから親孝行して。してるじゃないか。毎週顔を見せて、母さんを楽させてあげてるよ。そうじゃない。年寄りはもてなすだけで体力使う。私の言う親孝行っていうのは、私の望む通りにしてってこと。今の状態を望んでるのはあんただけ。私と嫁ちゃんであんた孝行してるだけだ。年寄りに孝行させて楽しいか。この親不孝者。だいたい嫁ちゃんにあれやれこれやれって、仕事で疲れてる嫁ちゃんをこき使って、見てるだけで寿命が縮む。あんたは私を早死にさせたいんだね。旦那、絶句してからでもでも言い出したが。義母、ああ、もうはっきり言うわ。私は洋裁教室に行きたいのよ。あんたの顔見てる暇あったら、洋裁の先生、渋い男前、に会いたいの。旦那黙り、なぜか私を睨む。義母、こら。嫁ちゃんを睨むんじゃない。私はあんたに言ってるの。嫁ちゃんのせいにするな。今度したら承知しないよ。旦那、激鎮。帰り際、義母私の手を握って、この子が家で、嫁ちゃんに、まだ何か言うようだったら、即電話してきてね。バカに育てちゃってごめんね。嫁ちゃんだけならいつでも来ていいんだからね。旦那、おとといから、ずっとしょぼーんとしてる。いつもならフォローしてたけど、義母さんを見習って甘やかさないことにした。勝手が違うみたいで、妙に、こっちの顔色を伺ってきてるけど放置だ。義父が生きてた頃は、義実家に行こうなんて全然言い出さなかったんだよね。義母が一人になってからはっちゃけちゃった。義母は、一人の生活が楽みたいで、喪が明けた後は、洋裁や体操教室に通ってキャッキャしてる。一人になれちゃうと、他人のいる生活は考えられないわ、だそうだわら。